皆さんこんにちは。難関大の合格者であればぜひとも正解しておきたい領域問題ということで、前回に引き続いて今回は2012年度の京大文系数学第5問を紹介します。こんな問題でした。次の条件を満たす正の実数の組 AB の範囲を求め座標平面上に図示せよということで、その条件が書いてあって、 cosAθ イコール cosBθ かつ θ が正で π 以下となるような θ がちょうど一つあるというふうになっています。問題文もシンプルで実際そこまで難しくはないんですが、人によってなかなか記述ができずに苦労するタイプの問題です。どういうふうに考え、またどういうふうに答案を書いていけばいいのか、これを今回丁寧に解説していこうと思います。では早速解説入っていきます。さて、そもそもどういう方針でこの方程式の解を考えればいいのかっていうことなんですけど、例えばですね、数学1で三角比を習った後にコサインシータイコール2分の1となるシータはいくらですか、ただしシータは0以上 π 以下としますみたいな問題ってよくやりますよね。でこういう時どう解くかっていうと、多くの人はまあ半円を書くことが多いですけど、とりあえず単円で書くと、座標平面上に円を書いてその半径を1として、コサインであれば x 座標が2分の1となる直線を引きます。それと今回の場合は上の半円ですねとの交点を見て、その角度を答えとするという風な方法を取るはずです。まあもちろんこれが絶対的な解法というわけではないんですけど、少なくとも教科書ではこういうのが紹介されていますし、実際こうやって考える人多いですよね。まあこんなもんある程度慣れたら頭の中で答えは出ますが、最もベーシックな解法の一つがこれです。という感じで、単円上の x 座標っていうのがコサインの値と関係しているわけです。だから今回のコサイン aθ イコールコサイン bθ という、まあいわば θ の方程式を解くにあたっても、やっぱり単位円を使うっていうのは有効な方法なんですね。 aθ という角度と bθ という角度のコサインが等しいわけですが、例えばあるこういう角度のコサイン、つまりこの点の x 座標っていうのと同じコサインの値を持つような角度っていうのはどういうのがあるかっていうと、もちろん角度が同じだったらコサインの値等しくなりますし、さらにそれに加えてもう一周してもいいですよね。あるいはもう2周、つまり一般角で言うと 4π 加えるというのもありです。しかしコサインの場合は単にその同じ角度プラス 2π の整数倍だけではなくて、この x 軸対称にした点、今のこの点で言えばこの点に対応する角度というのもこの cosAθ イコール cosBθ の解として考えられるわけです。つまり今回の場合、例えばこの A 角が aθ だとしたら、ここの点の角度っていうのはマイナス aθ、あるいはそれに 2π の整数倍を足したものというふうに書くことができて、 bθ っていうのがこういう形で書けている場合も cosAθ イコール cosBθ というふうになります。だからさっき考えた aθ あるいはその 2π かける整数倍のシフト、つまりこの場合とあとこの場合、どちらもですね、この cosAθ イコール cosBθ という方程式の解のパターンになっているわけです。ただ今回の問題ではどっちの枝分かれに何個解があるよということは全然問われていないわけです。そんなどっちなんてことはどうでもいいから、とにかくこの領域でこの方程式を満たすような θ がちょうど1個あるような A と B の条件を答えよとだけ言われてるわけですね。だから単にこっちに解が1個ある条件を求めて、あとこっちに解が1個ある条件を求めて、これまたはこれっていうふうにして図示するのはダメなんです。なぜかっていうと、こっちに1個あるだけだと、もしかしたらこっちには0個じゃなくて1個あるかもしれない。そしたら合わせて2個になっちゃいますよね。だからダメ。逆もまたしかり、つまりこっちに1個あってこっちにも1個あったらダメだということで、1個0個または1個0個となるような条件が聞かれているということになります。もちろん片方に2個以上とか無限個とかあったら全然論外なんですけど、今言ったように1001のどっちかじゃなきゃいけないという点に注意をして答案を書いていく必要があるんですね。その意味で実際の試験の場でちょっと混乱しちゃってこの問題が解けなかったという人も意外と多かったんじゃないかなというふうに思います。さて、では前置きは良しとして、以下具体的な答案に入っていきます。実はですね、冒頭でいきなりちょっとしたポイントがあって、この枝分かれとこの枝分かれのそれぞれの解を考えるにあたって A イコール B というケースが実はあるんですね。で A イコール B となるケースっていうのはまあこっちに相当してるわけです。まあ 2kπ は0になるわけなんですけど、でこの場合ってそもそも左辺と右辺は任意の θ に対して等しくなりますよね。だから解が無限個存在するということになります。マリチロの方程式でね、今回はちょうど1個存在するような A と B の範囲を図していると言われているので、 A イコール B の時はもう全然論外なわけです。だから最初にですね、 A イコール B の時はダメなのでって明言して、
それをのけて答案を書いていくっていうのが実はちょっとポイントになります。まあ、まあ別に後でこっちの回議論するときに A イコール B の場合はダメだよねっていうふうにしても全然いいんですけど、そうやって A イコール B のケースを扱うのを後回しにしておくとですね、こっちで解1個かつこっちで解0個、またはこっちで解1個かつこっちで解0個っていう条件を列式するときにちょっと混乱しやすくなっちゃいます。なので今回はまずこれがないよっていうことを明言してのけちゃいましょう。まあ例えばこういうふうに書いておけば OK でしょう。 A イコール B としたら解がちょうど1個どころの話ではなくなってしまうので、以下は A と B が等しくない場合を考えるというわけですね。もちろん今回の問題の答えでも AB 平面上の A イコール B という直線、斜め45度の直線上の点は全て求める領域に属さないということになります。で、以下 A と B が等しくないという仮定で考えるんですが、ここで当然ですがこれとこれという2つの枝分かれのことを考えることになります。とりあえず今シータが0より大きく π 以下だってことは考えないにしても、一般的にコサイン Aθ イコールコサイン Bθ っていうのが成り立っているときに、 Aθ と Bθ の間にはある整数 K を用いてこうやってかける、またはある整数 K を用いてこうやってかけるっていうのが成り立っているわけです。はい、というわけでこの2つの枝分かれを文章にしておきました。ある整数 K が存在してこうやってかける、またはある整数 K が存在してこうやってかけるというわけですね。これがこれ、そしてこれがこれに対応しています。まあ一部符号は違いますが、言ってることは一緒です。で、以下はこっちバージョンの解がこの範囲にちょうど1個存在する AB の条件はどうなっているのか、そして丸3番についても同様にこの範囲で解が1個あるための AB の条件はどうなっているのかっていうのを調べていくことになります。さて、まずは丸2番、つまりある整数 K が存在してこうやってかけるようなシータがこの区間にちょうど1個存在するような A と B の条件を考えます。といってもやることは意外とシンプルです。ある整数 K が存在してこうやってかけるというふうに仮定しましょう。この時この式を移項して θ について解いてあげると、 θ イコール a-b 分の 2kπ というふうになります。で、今 K は整数なので、例えば A が2で B が1だったとしましょう。あくまで一例ですよ。そしたら θ っていうのは分母が1ですから 2kπ というふうになりますね。そしたら K は整数でありさえすれば何でもいい、何でもいいというのはこれを満たすわけですから、結局考えられる θ の値っていうのは、まあ、もちろん0なんかもありますし 2π、4π、6π というのもありますし、別に何も正に限る必要はないわけですから、マイナス 2π とかあるいはマイナス 4π なんていうのもあるわけですね。まあ前にも後ろにもどんどん続いているというわけです。という具合で a-b 分の 2π の整数倍っていう形で、この1番の方程式を満たすこの枝分かれバージョンの解っていうのは θ の制限がなければいくらでも存在するわけです。で、そのたくさんポツポツと並んでいる解たちのうち、これにヒットするのがちょうど1個あればいいわけですよね。今言ったことを具体的に答案にすると、はい、記述するならこんな感じですかね。整数 K を用いてこうやって書けるような θ、 それはポツポツポツと無限にあるわけなんですけども、そのうちこの区間内にあるものがちょうど1個あればいいわけです。で、ここで θ の区間を見てみると、0より大きく π 以下というふうに0から伸びてるわけですよね。で、この θ ってさっきは具体例で書きましたけど、一般的に書いてみると、まあ、A と B の代償関係によって絶対値は必要なんですけど、まず θ イコール0というのはありますよね。で、あとはこういうものがあります。a-b の絶対値分の 2π。A の方が大きければ単に K を1とすればいいですし、 B の方が大きければ K イコールマイナス1にすれば OK です。で、その次はどうなってるかっていうと、 A-B の絶対値分の 4π、 そして A-B の絶対値分の 6π …というふうになっています。まあもちろん正の方だけじゃなくて、こんな感じで負の方もずっと伸びてるわけですけどね。ただ今 θ は正なので、こっちは今考えなくていいです。まあ無視することにしましょう。考えたいのはこっちです。で、 θ イコール0も範囲に含まれてないので消しておくと、A と B の代償関係に関係なく答えとなる θ っていうのを列挙するとこうなってるわけです。で、しかも小さい順にこれ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 というふうになってるわけですよね。そして θ の範囲っていうのは0から伸び出て π 以下なわけですから、こうやってかけるような θ の値、つまりこれらのうちこの区間内に入ってるものがちょうど1個だとしたら、それは絶対にこれしかないんです。だってもしこれが入っているとしたら、あくまで例えばですけど、もし仮にこれが入っているとしたら、0より大きくて π 以下という範囲にこれが入っているというわけですから、代償関係としては0で小なりでこれ、そして小なりこれで小なりイコール π という代償関係になってしまっていて、これも答えに入っちゃうんです。そしたらちょうど1個じゃないですよね。なので
1個だけ入っているとしたら絶対にこれしかないんです。分子が 4π、6π、8π というふうな 2π より大きいものについては、この区間内にちょうど1個しかないという前提のもとでは絶対に入らないということが言えます。今述べたことをまとめるとこういうことになりますね。こうなるようなシータのうち、これの中に入っているものがちょうど1個だけなら、それは絶対これしかない。で、今述べたこの事実、1個だけならこれだよねっていうのは、そんなに自明ではないので、できれば説明を書いておきたいですね。説明というのは、なぜこれが言えるのかということです。まあ、書き方悩ましいところですけど、例えば、まあ、こんな感じですかね。ちょっと形式ばって書きすぎかもしれませんが、ある2乗の整数 M について、こういうもの、つまりさっきで言うところの分子が 4π、6π、8π といったものが、この区間に入ってしまっていると、それよりもちっちゃくてかつ0よりは大きいシータ、これがこの区間内に入ってしまうわけですから、解がちょうど1個ではなくなるからダメだというわけですね。というわけで、入っているならこれだということが言えました。これは結構大事な事実ですね。じゃあ結局 A と B の条件何なのかっていうことなんですけど、0より大きく π 以下というこの範囲内にこれが入って、でその次のm が2のバージョン、つまり a-b の絶対値分の 4π が入らなければいいですよね。それでちゃんと必要十分になっています。具体的に不等式で条件を書くとこうなります。まず必要性についてですけど、 π、 つまりこの区間の端っこっていうのがこれ以上じゃないと、そもそもこの解さえも入んないからダメですね。ダメというのは解がちょうど1個どころか0個になってしまうというわけです。で、一方 π がこれ以上になっちゃうと、これも解になってしまって、ちょうど1個ではなくなってしまうからダメです。ということで、これは必要ですね。で、逆にこれが成り立っていれば、こっちは解でこっちが解じゃないということが言えますから、十分でもあります。ということで、これを AB の条件式として整理してあげればよくて、そうするとこんな感じになりますね。ということで、これがこの丸2番、つまりこのバージョンの解がちょうど1個であるような A と B の条件でした。で、その時の解、つまりこれが満たされている時のちょうど1つある解というのはこれになるというわけですね。ここまでよろしいでしょうか。で、もちろんこれで終わりなんていうわけではなくて、ここから後半戦です。つまり、こっちの枝分かれで解がちょうど1個になるような A と B の条件は何なのかっていうのを探っていきましょう。さて、以下丸3番です。まだここから下全部書き換えてないので注意してください。そもそも丸3番の条件式は何だったかっていうと、ここの符号が違いましたね。なので、まずここの符号を書き換えました。で、これをシータの方程式だと見て解くと、シータっていうのは A たす B 分の 2kπ というふうになりますね。だから整数 K を用いてこうやって書けるシータがこの区間内にちょうど1個存在すればいいんですが、さっきと同じように考えましょう。今分母の A たす B っていうのは正なので、さっきよりは話が簡単です。 K が0以下の場合はさておき、答えとなるシータの値っていうのはどうなっているかっていうと、まず K を1としたもの、つまり A たす B 分の 2π、 そして K を2としたもの、 A たす B 分の 4π、 そして K を3としたもの、 A たす B 分の 6π というふうにどん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 続いているわけですね。ちょうど道端にある街灯のようにポツポツとでもずっと続いているというイメージです。で、こうやってずっと続いているもののうち、これに収まっているものがちょうど1個あるとしたら、まあこれについては議論は省略しちゃっていいと思いますけども、これだけであるということがさっきと同じように言えるわけです。はい、というわけでここも書き換えました。まあこの括弧の中の議論については正直今回はやらなくていいでしょう。まあ一応書き換えておくとこんな感じになりますね。で、とにかく1個あるとしたらこれなわけで、それが0と π の間に入っていればいいわけですから、 A と B の条件式っていうのはこういうふうになります。ということで、丸3番の枝分かれについても、少しさっきの板書も利用して横着しちゃいましたけども、ちゃんと A と B の条件、そしてその時の解、θ を求めることができました。ということで、さっきの板書も使ってやや横着しちゃいましたけども、丸3番の枝分かれで解を一つだけ持つような A と B の条件、そしてその時の解が具体的に求まりました。ということで、この丸1番の方程式を解くというプロセス自体はもう終わったわけです。ただ、じゃああとさっき求めた A と B の条件式と今回求めた A と B の条件式、これらを またはでつないであげて、それを図示すればいいのかっていうと、話はそう単純ではありませんね。というのも、さっきはさっきで丸2番の枝分かれで解が1個あるような場合の条件、そして今回は丸3番の場合で解が1個である条件というのを洗い出したわけですが、問題で問われているのは、そんな丸2番丸3番どっちがどっちかなんてどうでもいいから、とにかく0より大きく π 以下の範囲でこの解がちょうど1個あるような条件を求めなさいと言われていたわけです。だからさっき板書した解と今回板書した解のどっちもが存在しちゃいけないんですね。ちょうど1個というのが今回の条件ですから、あればいいというわけじゃないんです。なので正確に言うと、さっきの条件が成り立っていて
かつこっちが成り立っていない、またはこっちが成り立っていてさっきの条件が成り立っていないような A と B の範囲を図示してあげることになるわけです。ということでそれにも注意して最後条件の整理と図示をしてみましょう。さて答案の冒頭にも述べた通り A と B は等しくない場合を考えているわけなんですけども、 A と B が等しくないというもとでここまで洗い出してきた丸2番の枝分かれの解と丸3番の枝分かれの解、そしてそれが1個であるような条件などを整理してあげると、まず丸2番の解についてはさっき調べた通り A-B の絶対値が2以上4未満の時に θ の方程式と見た時の θ が0より大きく π 未満という解がちょうど1個あったわけです。で絶対値がそれよりちっちゃいともちろんさっきのポツポツとある解は1個も含まれないので0個、逆に4以上の場合だと2つ目3つ目4つ目というふうにどん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 増えていく一方ですから解は2個以上ということになってしまいますね。これがこっちの場合でした。じゃあこの丸3番の方はどうだったかっていうと、まあ議論の流れというか見た目は丸2番の時と似ていましたね。 A たす B がこの範囲にある時に0より大きく π 未満の解がちょうど1個あります。でそれよりちっちゃければ1個も含まれないから0個、 A たす B が4以上の場合は2個以上になってしまうからダメだったというわけですね。ということで A と B についての条件式とその各々の場合における丸2番とか丸3番の方程式の解の個数を書いてみました。まあ丸2番の解丸3番の解と書きましたが、より正確に言うとこの解この解のことですね。で今回そもそも何を問われていたかっていうと、どっちの解かなんていうのはどうでもいいから全部で合わせてちょうど1個であるような A と B の条件を問われていたわけですね。だからこっちで1個持っていたらこっちで0個、あるいはこっちでなかったらこっちで1個ということで、これかつこれまたはこれかつこれというのが条件式として妥当そうです。ただし実はいきなりこれかつこれまたはこれかつこれっていうのを図示すると答案としては完璧にはなりません。というのもですね、考えてもみればこの丸2番と丸3番っていうのは徳川の都合でこうやって分けただけなので、例えばここの解が1個ここの解も1個あってそれらの解 θ の値が一緒であればそもそも2個っていうことにはならなくて1個だから条件を満たすわけです。なのでこの時の解とこの時の解が等しくないということを確認しなければいけないんです。もし等しいような条件があるんだったらこれかつこれの時でも OK ということになってしまいますね。もちろんこっち以降は論外なんですけど、今言ったような解が被る可能性についても言及する必要があります。じゃあこの時の1個の解とこの時の1個の解はそれぞれどういう値だったかっていうと、それぞれこういう値でしたね。なので一致している可能性について議論する必要はあるものの、そうは言っても分母の代償関係が明らかですから一致しないということはすぐに言えます。だから一致しないということを言及する必要はあるんだけども、一致しないということを言うこと自体は全然難しくないですね。まあ一応それをちゃんと答案に書いておきましょう。まあこれらが等しくないことを大真面目に証明する必要はないと思います。まああくまで個人の感想なのでちゃんと責任を持つことはできないんですけど、今回大事なのはこれとこれが等しくないよっていうのをちゃんと示すことというよりかは、そもそも一致する可能性があって一致しちゃうとこれかつこれでも良くなっちゃうよっていう可能性があると気づいて、それをちゃんと答案に盛り込むことだと思います。まあとにかく明らかに等しくないので求める条件はこっちで1個かつこっちで0個、またはこっちで0個かつこっちで1個ということになりますね。それぞれの条件式に番号を振りました。4567。そしたら求める条件はこれかつこれまたはこれかつこれというふうになりますね。ということでこの条件を図示してあげればこの問題は終了ということになります。まず AB 平面を書きました。 A と B は正の実数なので第一証言だけで OK ですね。でまずは必要なフレームを全部書くことから始めましょう。 A-B の絶対値が0と2という直線を書きます。はい、というわけで A と B の差が0の直線と2の直線を書きました。まあ、イメージ的にはこっちから考えるといいですね。差が0の直線はもちろん A イコール B で、そこから差が0じゃなくなると2つにスプリットして、その結果がこれとこれになっているというわけです。で例えばじゃあ丸4番はどういう範囲になるかっていうと、 A-B の差が0より大きく2未満ですから、これとこれの間またはこれとこの間ということになります。だからここは抜けてこの2つの間というわけですね。まあ色塗りは後でやるので、とりあえずどん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 必要な直線を書いていきましょう。次は A-B の絶対値が4という直線です。まあ結論から言うと今回あんまり出番がないので正直ちっちゃく書いちゃいましたけども、 A-B の差が4というのはさらにここからここの距離と同じ分だけ離れたまずこことそしてここということになります。向きは全部45度です。ということでこれとこれの境界を書きました。まあこれの境界も終わってますね。ということで上の段の境界を全部引きました。
今度は A たす B ですね。A たす B が0、2、4あたりを書きましょう。ということで必要な直線 A たす B イコール0、そして A たす B イコール2、A たす B イコール4を書きました。まあこれは正直どっちも正なんでいらないですけど、これで下の段の境界も揃いましたね。ということであとはいよいよこれを使いつつ4×7または5×6というのを図示すれば OK です。まず 4×7 なんですけど、A-B の絶対値が0と2の間、つまりここは抜いてこれとこれの間であり、かつ A たす B というのが2以上4以下ですから、ここは含まれてここからここまで、ただしこれは含まれないというふうになります。というわけで 4×7 という領域を図示するとどうなるかっていうと、まず A と B は正なんでこれは省かれて、そして A と B は等しくないわけですから、ここをつまり1、1というのも含まれません。そしてここ2、2も含まれませんね。 A たす B は2以上と言ってるので、白丸は含まないものの、こことそしてここは含まれるということになります。で A たす B は4未満ですから、こっから下でここは含まれないわけで、 A-B はこれとこれの間なわけですから、 4×7 の領域はこのようになります。境界が合ってるかどうかのチェックをしましょう。A と B はちゃんと正になっていますね。すべてここ省かれていますから。そして A イコール B のところも一切答えに含まれていません。そしてあとはこの2つですが、 A-B っていうのは0、これは含まれてないですし、0と2の間に入っていますね。で A たす B はどうかっていうと、2以上4未満の範囲にちゃんと入っています。ということで 4×7 がこれですね。大事な点なのでこれとこれも座標を書いておきました。これらはもちろん含まれません。次に 5×6、 これを図示するわけなんですが、まず丸5番によると、 A-B の絶対値は2以上4未満、つまりこれは含んでこれとこれの間、こっちは含まない、またはこれを含んでこれとこれの間、こっちは含まないというふうになります。その上で6はどこかっていうと、 A たす B が0と2の間なので、これとこれの間ってことになります。そうすると第一象限の範囲内では、こっちまたはこっち、かつここの部分というふうになってしまって、5番と6番を同時に満たす AB っていうのは存在しないことがわかります。まあ改めて見てみれば、正の数 AB について A たす B が0と2の間なのに、丸5番 A-B の絶対値が2以上になることなんてありえませんよね。なので結局丸5かつ丸6っていうのはないということになります。まあ一応水面下の話ではありますが、それをメモしておきました。ないというのは、そういう実数が存在しないという意味ではなくて、正の実数の範囲内で、つまり今回課されている条件下で、残念ながらそういうものはないという話です。というわけで求める領域はこの赤斜線部っていうことになるんですが、今回は含まれる境界と含まれない境界があってやや繊細なので、そこの記述は丁寧にやっておきましょう。まあ用心して書くとこんな感じですかね。答えは赤斜線部、つまりこことかここということになるんですけど、境界については実線部、つまりこことここを含んで、白丸、つまりこれ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 は含まず、そしてさらに点線部、つまりここ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 も含まないということになります。ちなみにここ、つまり直線 A イコール B の A が1以上2以下の範囲については、境界と呼ぶかどうか怪しいので、ちょっとそこについては用心してこうやって書くことをお勧めします。直線 A イコール B 乗、あるいは A-B の絶対値イコール0乗を除くというふうに書いておくと安心ですね。まあ答案でわざわざこうやって書いてるわけですから、A イコール B の場合を除くということについては、少なくとも可能性を考えられてはいるわけですけども、やっぱり最終的な答えは正確に図示をしなければいけないので、たとえ答案の途中でこういうのが書いてあったとしても、やっぱりちゃんとここは除くんだよっていうのを境界の補足事項として書いておきましょう。まあそもそもここを境界というのかどうか怪しいですからね、別途言及するのは答案として叱るべき態度だと思います。ちなみにさっき明確に書けませんでしたが、ここの条件、求める条件はもちろん A not equal B というのを前提にしています。はい、ということでこれが今回の問題の答えとなります。やってきたことを振り返りましょう。この問題で問われていたのは、 A と B を正の実数としたときに、これを満たすようなシータでこの範囲内にあるものがちょうど1個あるような A と B の条件でしたね。それを答えを図してよというふうに言われていたわけです。ただし A と B が等しい場合は、そもそも左辺と右辺両辺が常に同じものになってしまいますから、この範囲内の解の個数というと、もちろん0より大きく π 以下であればどういう実数でもいいわけですから、無限個存在することになります。だから論外ということで、訳が分かんなくなっちゃうので、最初からこれをのけて話を進めました。ただ A イコール B の場合をのけた上でも、なおコサインの等式になっていますから、単位円と x イコールなんとかっていう直線の交点を考えれば分かるように、コサインが1とかマイナス1じゃなければ必ずこういう2つの枝分かれが発生するんですね。なのでこの場合の解の個数とこの場合の解の個数っていうのをちゃんと整理しなければいけないんです。
A と B がどういう条件の時にこっちの解が何個あるのか、こっちの解が何個あるのかっていうのをまとめるわけですね。そしたらその条件と解の個数の一覧はこういうふうになりました。また解が1個だけの時については具体的な解も書きましたね。そしたらあとは考えるべきなのは、要はこっちかこっちどっちかなんていうのはどうでもよくて、全部合わせて1個あればいいわけですから、これかつこれまたはこれかつこれというのが条件になります。ただし細かいことではありますが、この2つの解が一致する可能性も言及しなければいけません。なぜならたとえ1個1個で合わせて2個あるように見えたとしても、それらの値が一緒だったら別にこれかつこれであっても解は1個になってくれて条件を満たすわけです。だからこれとこれは違うんだよってことをちゃんと書きましたね。今回の結果を図示するにあたって、結果として等しくなかったからといってこれを書かなくていいという話にはもちろんならないわけです。等しかったらもちろん言及しなきゃいけないんですけどね。ということで結局条件は単にこれかつこれまたはこれかつこれとなって、それを図示するとこのようになったというわけです。 A と B が等しくないということにも注意しましょう。で今回は丸2番と丸3番それぞれで A と B の条件と解の個数の対応付けを丁寧に調べましたが、途中丸5番かつ丸6番、つまりこれかつこれを満たすような正の実数 AB の組が存在しないということからも分かる通り、そもそもこっちの場合の解が1個だとしたらその値、そしてこっちの場合の解が1個だとしたらその値には明らかに代償関係があるわけです。こっちがちっちゃくてこっちがでかいですよね。だからこの範囲内にこれも含まれていたら結局これも含まれちゃうんです。当たり前ですけど。なので先にこの代償関係を議論して、こっちの方がちっちゃいわけだからこっちかつこっちしかないよねというふうに言えば、答案はもう少しスマートになります。もし興味がある人はそもそもあり得る解の値を先にもう出しちゃって、でその代償関係あるいはパイとの代償関係について調べて条件を立てるという方法で答案を書いてみてください。立てるべき条件式としては、これがもちろん含まれているというのも必要ですし、この次である A たす B 分の 4π が含まれないというのも必要ですし、これも含まれないというのも必要です。それら3つの条件式を立てるとやっぱりこれと等しくなります。もちろん A と B は等しくないですけどね。はい、というわけで今回はコサインの方程式の解の個数に関する兄弟の文系数学の問題を紹介しました。文系の受験生にとってはこの問題少し難しいと感じるかもしれません。特に領域の問題ですしね。ただ結局やるべきなのは aθ と bθ の関係式を2つ挙げて、それぞれでの解の個数とか解の値を調べて、で重複するしないとか合わせて1個だよという条件を連立するだけなので、こうやって形式ばってまとめるとなんかすごいことやってるなっていうふうに見えるかもしれませんが、やってること自体は結構シンプルです。むしろ例えば整数問題とかで急に例えば3を法として考えるとかっていうのよりかはよっぽどですね、素直な考え方、素直な論理展開で問題を解いています。だから苦手とする人が多い割に素直に考えれば解ける問題ではあるんですよね。なのでこういう問題の対策をしておくと、他の受験生と差をつけて合格をぐっと近づけることができると思いますから、まあ文系だし難しい数学はいいかななんて思わずにですね、ぜひこういう問題対策しておいてください。また理系の受験生であっても、これぐらいの問題がふっと出されることはあるので、ぜひ自分でも解いてちゃんと満点を取れるかどうか確かめてみてください。はい、というわけで引き続き東大京大の入試問題を中心に数学の解説をしていきます。来年の受験生とかこれから数学の力を伸ばして難関大に合格したいと思っている高校生とかはぜひチャンネル登録お願いします。またこの YouTube チャンネルに対応する公式 LINE もあります。その公式 LINE ではこれまでの過去問解説動画を大学別年度別にまとめたスプレッドシートを配布中です。特に受験生の皆さんは勉強の役に立てられると思いますから、ぜひこの機会に公式 LINE への登録をお願いします。ということで今回は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。